広島は曇りです。着替えました。そしてこんにちは。私さっきの配信でこの剣決めダーツをやろうと思っていたのに忘れていたよ。なのでこの配信の最後にやりたいと思います。忘れてそうだったら教えてください。忘れていたよさっきめちゃめちゃ忘れていたよ。まんま。星投げカウントよろしくお願いします。白も映えますか？こんばんは。私の公式 X のアプリはなぜかひび割れています。ひび割れが治らないです。配信は40分まで。え、みんなひび割れとる？そうなん？どんちゃんそうなん？そう来なくてはせ、え、待って、あれ？今日、え、なんかさ、昨日の配信でさ、今日が甲子園最終日？え、ということは決勝ってこと？それ見なくちゃやん。それは見なくちゃじゃん。私はずっとワンピース見てた。え、決勝戦？あー、それは見なくちゃ。配信終わったら、終わって、この配信終わってまだやってたら見ます。すごい、なんかもう仙台育英っていう言葉を見た瞬間にあれ今日決勝って思ったもん。めっちゃ強いところよね。決勝戦、私は今日が決勝戦だということを知らず過ごしていた。わあ、え、どこ対どこ？あれ雨で、え、どういうこと？雨で中止だよって。雨降ってるの今。甲子園って兵庫。仙台育英負けてるけどねって。逆に VS どこなん？あの慶応ってなんかめっちゃさ、今年さ、なんかあのめっちゃ美白男子みたいな、美白を極めとる男の子がおって、なんかバズっとるやつ。あれ違うっけ？あれは違うか。その子慶応じゃなかったっけ？ちゃうか。すごいよね、あんなに。高校野球でもずっと炎天下のもとやるのにあんなに美白保ててる。天下海さん、ペンギンありがとうございます。それは知らないって。そうか、逆にな。私はそれでなんか甲子園のトピック的にそれを逆に知ってるわ。あー、なんかそうだ、それだ。なんか坊主頭、なんか野球ってさ、野球こう、なんか球児ってなんかみんなさ坊主のイメージだったけど、
それをなんかそのイメージを塗り替えたみたいなやつだ。それだ、それですわ。慶応時代だよね。でもなんかなんてなんだろうね、野球といえば、野球部といえば坊主頭っていう謎の、謎っていうか謎ではないけど、なんか昔からさ、そういうさイメージあったけど、いっちゃん楽なんか。暑いからかなって。でもさ、あれってことじゃない、なんか試合にさ、試合に坊主頭の方が試合に集中できるの、できるからみたいなさ。なんかイメージをすごいよね、慶応は払拭してるよ。だってさ、それでさ、ちゃんと実力出してたら、それはねって感じ。それは自由さって証明できるもんな。自由な姿でも歴史を残せるんやでっていうのをね。髪型の歴史が変わりそうね。こうやって時代は変わっていくんだよ時代が変わっていくんだよ、こうやって。時代の変化の目撃者となったな、私たちは。こんにちは、みんなこんにちは。高校野球見てるの高校野球テレビで見ながら見てる。私はちょうどテレビが見えない場所で配信しているので。そう、髪型で強さ変わったりしないからね。そうそうそう、自由になっていくでしょうこれから歩いて汗だくになったのでコメダに避難って。うわー、コメダかき氷食べるべし。コメダのかき氷めっちゃ美味しい、いちご味がおすすめです。こんにちは、りょうたくん、ハートありがとう。片方ハート。この配信は40分までです。あっという間にお昼が終わったな。次の私のミッションは高校野球を見る。その前にさっきの配信の時にできなかった、この忘れていたダーツをやります。昨日は兵庫県でした。兵庫県を深めていきましたが、今日は何になるでしょう。じゃあ35分プレイオフしますSTU も髪色自由になりますように。確かに、ボボ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 ボ、わあ。何トーンまで OK みたいななってほしいな。ほほ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 、ジャグリング。ユーヤーさん、こんにちは。ボールを2個持っちゃうとこれやっちゃうよね。
スドゥ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 、あ、35分になりました。じゃあ本日の瀬戸内、ちょっとこれ徳島県がこうなってるので、こうします。今日深めていく瀬戸内7県の県は、初日は広島県が出まして、次に2日目は兵庫県が出ました。今日はその2県を除いて、当たったらもう一回投げ直します。では行きます。では目をつぶって後ろに放り投げていきます。せーの、ほい。お、くっついた。うわー、広島広島なので、もう一回やります。え、なんか意外とさ、産まない。でもさ、今思った、山投げにしたら上の剣しか当たらない。確かにここしかさ当たってないもんね。というわけで、じゃあちょっとここからブンっていきますね。目閉じて、あ、落ちたな。ほれ、いきなり下手くそになった。じゃあちょっと遠くからいきます。せーの、おお待って、上、めっちゃ上に行った。じゃーん。というわけで、今日深めていく県は岡山県に決まり。それでは次の枠から岡山県についていろいろ深めていきたいと思います。ではこの配信は40分までです。なので、男女読みます。13位、一粒の麦虫さん、ありがとうございます。12位、ビグザムさん、あ、ビグザム、ありがとう。11位、秋吉さん、ありがとうございます。10位、ピノンさん、ありがとうございます。9位、吉田みのるさん、ありがとうございます。8位、りょたくん、ありがとう。7位、しげさん、ありがとうございます。6位、ゆってぃさん、ありがとうございます。5位、ふーちゃん、ありがとうございます。4位、あおあおさん、ありがとうございます。3位、銀色金魚さん、ありがとうございます。2位、ジトクさん、ありがとうございます。そして第1位、電化会さん、ありがとうございます。というわけで、ちょっとこの後高校野球見つつ、もう次の枠が14時30分夕方の4時半からです。また皆さんここに集合してきてください。最終号よろしくお願いします。星を集めておいてください。それでは皆さん、この枠もありがとうございました。じゃあちょっとこの枠をシャッってします。次は16時30分に会いましょう。それでは、のちお、ちょうど試合終わるぐらい、ナイスじゃない？ナイスすぎんか。わあ、吉田みのるさん、貝殻ありがとう。では次の枠で会いましょう。またにょん。配信ありがとうございます。こちらこそ見に来てくれてありがとう。のちー。